はい、それでは、今回のシースダイアリーは、チェーンストームループですね。最近話題のやつですね。今回紹介するのは、イクサ CS で準優勝になられた構築になります。はい、で、制作者が、なんか、ものすごい間違って読みそうな名前をされてるので、名前だけ書いておきます。はい、それでは、構築紹介の方に入っていきたいと思います。まず、パッと見で、ゴエモンキーと違うところですね、従来の。まずは、バロンゴエマが入ってないっていうところですね。ゴエマ入ってない理由は単純にあれですね。カブラカタブラ入ってないので、無理にバロンゴエマを持ってくる必要がないということで、バロンゴエマ全切りというわけです。で、もう一個ですね、ミステリーヒッポ入ってますね。これもなかなか、独特な構築なんですけど、ミステリーヒッポは、0マナから1マナを生み出すことができるカードなんですよ。どういう意味かっていうと、ベイビージャックがバトルゾーンにいるときに、マナゾーンにこうタップされたミステリーヒッポがあったとしたら、これをマナ爆弾で出してあげることで、実質1マナを無理やりプラスさせることができます。この動きはループ系統のデッキにとっては意外と重要で、1マナないからループできないっていう状況を防ぐことができたりするので、すごく強いです。そうですね、パーツ引っ張ってくるにあたって、とりあえず覚えとけばなんとかなるっていうループの一つに、アラゴト結び無限ブーストループっていうのがあるんですけど、3系原価で、バトルゾーンに、アラゴト結びがいるときですね。別にアラゴト結びって手札にあってもマナにあっても全然大丈夫なんですけど、バトルゾーンのアラゴト結びタップして、手札のアラゴト結びはバトルゾーンに出すことで、これ手札に戻してワンブースト。で、これ無限に繰り返せるんですね、こうやって。なんで、マナゾーン好きな数増やすことができます。これでループパーツ持ってきたりすることができるので、アラゴト結びは必須枠というわけですね。正直、パーツ持ってくるだけだったら、2マナ、2軽減で大丈夫なんですよ。2軽減だけでも、こうですね。1マナ2マナでアラゴト結び。で、手札に戻してワンブースト。1マナ2マナでアラゴト結び。手札戻してワンブースト。これ、無限に繰り返すことで、マナゾーンタップ状態なんですけど、無限に増やすことができます。このデッキ結局チェーンストームで回すことになるので、タップしたマナの方が意外と使いやすかったりもするので、全然大丈夫です。なんで2軽減でアラゴト結び2枚持ってればもうほぼ勝てます。ナムダイトさんですね。このナムダイトなんですけど、青銅の鎧にするっていう手があったりします。ですね、青銅の鎧はマナブ層関係なく、ブーストができるので、最悪のそうですね、雷電とかハヤブサマルをマナに置いた時の、事故防止にもなったりするので、結構青銅の鎧もおすすめです。ただ青銅の鎧にすると、ドルマゲドンの禁断めくれた時に1111以下1個破壊するっていう能力の時についでに破壊されちゃうので、それを見るか自分の動きを実施するかの差だと思います。僕は一応青銅の鎧にしてますけど、全然、どっちでもいいかなと思います、正直。これは個人の裁量で決めてみてください。環境とか見てね。で、もう一個ですね、超次元の方ですね。ブロッカーになるウロベリアが入ってないんですね。チェーンストームループは意外とウロベリアが主流になってるんですけど、この方プロトギガハートを採用しております。理由の方なんですけど、ウロベリアは1打点しか止めれなくて、今の環境を数で殴ってくるデッキが結構多いので、あまり意味がなかったらしいです。で、なので、トンギネス縦落ちした時の打点ですね、を増やすために、プロトギガハートを採用に至ったということです。はい。で、診断にステップルが出てくるわけなんですけど、チェーンストームループは多分ステップルとあまり相性が良くないので、別に入れなくてもいいかな、とのことでした。僕もそう思います、正直。はい。それではお待ちかね、ループ解説の方に行きたいと思います。別個で動画多分と撮ってるので、そちらの方をご覧ください。早速ループの方解説していきましょう。まず必要な状況ですね。バトルゾーンがベイビージャックと、あと合計で4軽減で、マナゾーンがチェーンストームタップ状態のやつと、マリニャン3マット3枚、オチャッピー、3コスト何でもいいです。だと、適当なクリーチャー2枚必要です。ここは本当にチップが強制じゃなければ何でもいいです。青銅の寄りとかちょっとまずいですけど、それ以外だったら大体大丈夫だと思います。マリニャンとかもドラグハート強制で出さないといけないので、もしかしたらめんどくさいですね。で、あと手札の方が、チェーンストーム、マリニャン、トンギネスの槍ですね。で、一つ注意なんですけど、このループはあくまで一例です。なんで、他にもいろんな方法でループは可能なんです。なんで、とりあえず一つの方法だけ教えますので、あとはこう自分で回しながらいろんな方法を探してくれればなと思います。まず、こちらの6マナですね。3コストのクリーチャー、オチャッピー、3マナ3枚、マリニャン。タップしまして、トンギネスの槍を打ってしまいます。はい、このデッキは結局トンギネスの槍を回すことが、最優先なので、このカードをどうやって回すかになってくるんですけど、で、6マナタップした後、1マナ適当にタップしてもらって、マリニャンを出します。で、さらに1マナタップして、チェーンソーンを出すと、マナゾーンをタップしてるカードが全部手札に行くわけですね。はい、行きました。で、次にマナゾーン空になっちゃったので、マナを増やしていきたいと思います。チェーンストーンをタップして、適当なクリーチャー。で、適当なクリーチャータップして、適当なクリーチャー。で、適当なクリーチャータップして、チャッピーを出します。で、効果でトンギネスの槍をマナに送っちゃいましょう。
はい、で次にですね、チャッピーをタップして、上に3バットを、進化させます。で今回ねこのマリニャンごとチェーンストーンもマナに置きます。で2マナ増えましたね。でこのマナを使って、まず3バット乗っけて、穴ごと結び、まあ、適当なクリーチャー何でもいいですね。これをマナに置いて、さらにマリニャンをタップして3バット、効果で自分自身をマナゾーンに置きます。はい、今こんな感じですね。動画見ながら一人回ししたい人のために、ところどころ止まってみますけど、この段階でまずこんな状況。はい、で、ちなみに手札が、まあこんな感じになりますね。では行きましょう。次にですね、トンギネスの槍と、あと3マット手札に回収したいので、まあそういう動きをしたいと思います。チェーンストームの効果はタップしてるマナしか回収できないので、タップさせたいと思います。3マナタップして、マリニャン。これなんですけど、フィーバーナッツの軽減は強制なんですけど、エールブッカの軽減は任意です。なので、マリニャンを出すときは、4マナで出すことはできないんですけど、3マナで出すこともできますし、2マナで出すこともできますし、1マナで出すこともできます。要は、エールブッカの軽減を0で考えてもいいし、1で考えてもいいし、2で考えてもいいんですね。なんで、今回は、0っていう扱いにして、フィーバーナッツの軽減だけ使って3マナでマリニャンを出してみました。で、1マナで、チェーンストームですね。こうすることで、マナゾーンのこの3マッド3枚とトンギネスの槍が手札に戻ることができます。で、はい、こいつら全員回収しましょう。はい、今手札の状況はこんな感じです。はい、じゃあ行きます。次にまた3マッド使って、マナ増やしていきたいと思います。チェーンストームタップしてジャベル。まあ、3コスのクリーチャーなら何でもいいってやつですね。で、3マッド乗っけて、効果でチェーンストームをマナゾーンに。で、2マナ増えたので、このマナをタップして3マッド。ラボと結びをマナに。で、マリニャンタップして3マット。自分をマナに置きます。今の状況を見てもらうと、初期状態とほとんど変わってないんですね。ただ、マリニャンがタップされちゃってます。初期状態はこうだったので、今からこのマリニャンをアンタップする作業に移りたいと思います。じゃあ行きましょう。マナゾーンの数を、マナゾーンのカードをこうアンタップさせるのに必要な3マットの数は2枚なので、2枚だけ3マット手札に持っていきたいと思います。で、その前に、まず3コストのクリーチャーがないので、3コストのクリーチャーを手札に持ってくるために、3コストのクリーチャーと3マットタップして、マリニャンを出します。で、もう1枚の3マットをタップして、チェーンストームを出す。こうすることで、3マット2枚とチャッピーを手札に持ってくることができます。で、はい、チェーンストームタップして、おチャッピーですね。要は、3マット乗っけるやつです。で、おチャッピータップして3マット。効果でチェーンストームをマナゾーンに。で、チェーンストームタップして3マット。効果で自分をマナゾーンに。はい、これで1ループ終了です。トンギネスの槍、マリニャン、チェーンストームですね。で、マナゾーンが適当なクリーチャー2枚と3マットが3枚。で、あと、おチャッピーと3コストの適当なクリーチャーとマリニャン、タップされたチェーンストームですね。一応、ループだけ見返したい人のためにもう一回だけ無言でちょっとパパーっとやっていきたいと思います。無言になるかわかんないです。無言ではなさそうですね。はい。6マナで、トンギネスの槍を打ちます。で、1マナで、マリニャン。1マナで、チェーンストーン。マナゾーンのカードを全部手札に。よいしょ。で、1マナで、アラゴト結び。1マナでアラゴト結び。1マナでおチャッピー。効果でトンギネスの槍をマナゾーンに送ります。で、3コストのこのおチャッピーをタップして、3マットを出して、効果でチェーンストームとマリニャンをマナゾーンに。チェーンストームタップして3マット。アラゴトをマナに。マリニャンをタップして3マット。効果で自分をマナゾーンに。はい、で、次に、3マットと、トンギネスの槍を手札に持っていきたいので、トンギネスの槍と3マット2枚タップしてマリニャン。1マナタップしてチェーンストームで、ここを全部手札に持ってきます。で、チェーンストームタップして、3コストの適当なクリーチャー。で、これタップして、3マットですね。で、効果でチェーンストームとマリニャンをマナゾーンに。チェーンストームタップして3マット。アラゴト結びをマナゾーンに。マリニャンをタップして3マット。で、自身をマナゾーンに。で、次に、マリニャンをアンタップさせるループをする必要があるので、今の段階手札こんな感じですね。1マナ、あと3コストのクリーチャー適当なやつですね。2マナで。マリニャン出してもらって、1マナ3マットタップして、チェーンストームを出します。で、効果でここは、手札に戻りますね。で、チェーンストームタップしてもらって、3コストの適当なクリーチャー、3コストタップして、3マット。効果でチェーンストームをマナゾーンに。チェーンストームタップして3マット。効果で自身をマナゾーンに。はい、これで1ループ終了です。慣れれば結構早めにできるので、何回も回してくれればと思います。はい、そんなわけで、ループ手順は以上になります。